で、ブログのハンドルネームにしたのが最初なの。あ、ブログのハンドルネームにしたのが。ハンドルネームってわかる？わかりますよ。あ、そう、大丈夫。うん、ちょっと今ちょっと引っかかりそうだったっすけど。結構ほら、ちょっとアナログだからね。そうそうそう。ハンドルネームですね。角刈りだったしね、昔。びっくりしたっすよ。さっき僕が18歳で、はい、関さんが19歳で、真ん中に、ね、ブライアン・ジョーンズ、ブライアン・ジョーンズが、うん、先生ね、先生がいてですね、うん、そこは専門学校の先生だったんですけども、うんうん、の3人スリーショットがあったんですけど、そうそう、角刈りでした。池田優太終わりのちょっと焦点がぼやけてて、あのピンボケなのに角だって分かるレベル、うん、このこのね、そういいよね、あれ池田優太選手ばりの角刈りでね、うん、まああれは封印しとくから、いや出した方がいい。いや、ダメ。世の中には出したらダメですけど。あ、そう。僕にはラインください。見したいんでしょ。そう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 。昔の僕みたいな。わかるわかる。そういう気持ちわかる。でもね。あ、それでキューピーって名前に。そうそう、それでつけたら、その後にご当地キューピーってのが流行って、ああ、はいはいはい。まあ、ちっちゃいどこ行っても売ってるやつあるじゃん。ちょっと待って、喋ってください。そういうの。そのご当地キューピーっていうのが、だからね、あの後から出たんですよ。で、俺のブログはの方が先で、で、ご当地キューピーが後なんですけど、なんか、おい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 、あいつキューピーってつけてちょっと寒くないみたいな感じになって、本当申し訳ない。世間の人に本当申し訳ない気持ちでいっぱいです。こら、いつまでさ、おちゃん。どうした？持ってこようと思ったら。あ、そう、まあまあまあ、いいよ。紐で繋がってて取れなかった。あ、いやいや、まあまあね。うん、あの辺のね。後付けでいいんですか？いいですよ。はい。まあ、そういうことで。というわけで。ちょっと寒い感じだったんですけど。全然寒くないですよ。よし。はい。はい。プロゴルファーなんですよ、ちなみに。あ、ティーチングプロです。意外とね、あ、ティーチングプロです。はい。知らない方が多いと思うんですけど、ね、ティーチングプロなんですよ。そうですね。ね、で、それで、いつからこのクラブフィッティングにて、もう何年ぐらい？何これは。いやいや、まあ、来てるとかね。いや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 、だから、もともとここは私のお店なんですけど、ゴルフフィールズって言います。ゴルフフィールズ。はい。まあ、今、約10年ぐらいありましたね。10年ぐらい。そう。で、店始める前までは、まあ、多分一般の方と同じようなレベルぐらいしか知識なくて、はい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 、でそのお客さんにじゃクラブをこう進めるっていう時に、はい、じゃあどういうふうに進めていいかって分かんなくて、はい、で独学でちょっと勉強したの。ああ、なるほどなるほど。そうそうそう、それでなんかブログやったりしてると、うん、少しずつ世間にそういうのなんか発信するようになったら、はい、ちょっと君のはなんか面白いねっていう。おお、ブログからですか。そうそうそう、はい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 、結構あった。俺本当ね、ブログに感謝してます本当に。ああ、じゃあブログに感謝してください。そうそう、いや、これがブログじゃない、ないこれは人形だよね。人形ですね。うん、そうそうそう、へえ、ね、そういうのがまあ絡みにこうあって、はい、それでまあ自分のまあスイング論とプラスしたクラブ論っていうのが、クラブフィッティング論っていうのかな。クラブフィッティング論、まあ、だと思う、うん、俺はその両方がこううまく使えないとやっぱダメだと思ってるから。なるほどね。あ、そのまあ、どっちかっていうと、でも俺はあの体の動きそのものっていうよりも、うんうんうん、クラブヘッドの動きの方を優先してやってるような感じかな。なるほどね。うん、あ、そこ、体がこういうふうに動くというよりもヘッドがどう動いてるかっていうことの方が、だからロフトがこういうやつがいいとか、はい、重心がこういうやつがいいとか、シャフトがこういうやつがいいとか、だからこういうふうにクラブが動く、体が動くんだっていう方なの。なるほどね。体が動かしてるんじゃなくて、クラブに体を、要はもう衝突、まっすぐこうボールが目標に対してまっすぐ、これがいつの間にかボールになってるけどボールだとまっすぐ衝突する、自分自身ですよこれ。そうだよね。衝突して飛んでいく、飛んでいく、はい、こう衝突して飛んでいく。そうですね。そういうことがやっぱ大事なわけじゃない？そうですね。まあ実際、まあ単純にね、うん、体がこうなったらこうなったりもいいけど、うんうん、とにかくまっすぐポンって打てれば、まっすぐボールが飛ぶわけだから。うん、そうですね。そう、そのための効率の良さをどうすればいいかってことをなんか日々考えてたら、なんとなくこんな感じになりました。そうか、それをクラブから、ある意味逆転の発想ですよね。いや、そうだね。どっちかっていうと、今までは体の動きの方が優先だったから。うん、はいはいはい。うん、すごい、もうそれをブログで発信して、うん、今じゃ。ね、ここは日本ですごく有名な。そうかな。そう。いや、有名ですよ。ありがとうございます。最寄り駅は何でしたっけ？田端。バタバタ駅。田端駅。バタバタじゃない。田端駅。バタバタです。バタバタ。あの本当聞き逃すぐボケるよね。そうですね。昔から変わらないよね。あんまり。そうですね。関さん、まあ、関さんなら拾ってくれるだろうって安心感があるんですよ。いやいやいや。もうそろそろ耳も遠くなっちゃう。もうすぐ40ですからね。本当だよね。もういいよ、3ですよ。本当だよ、もう20年。もっと真面目になってください。え？俺？ちょうどだから20年だよ。お付き合いしてですか？そうだよ。ありがとうございます。18、19だもんね。20年って言ったら一人の人間がもう成人になってる年じゃない？もうまあ、ありきたりとこ行ったね、今。そうですね。まあまあ、そういうことだね。そうなんですか。うん、そう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 。また今後よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、そうですか。はい、ショップの宣伝しなくていいですか？ショップの宣伝、はい、ゴルフフィールズで、検索。はい、大丈夫です。はい、検索。